トマト愛子の宣伝ですが、この元の軸の下のところですね、この部分です。土に入っているところに分かれている枝が出ています。これを早いうちにハサミで削除しておきましょう。こんな感じですね。削除した脇枝や果実ができたすぐ下のところの脇芽などは、こういったカップに水を張って入れておきましょう。背の小さいものはこちらのカップでいいですね。そして、背が高くなった枝はこちらのビールカップ等の中にね入れておきましょう。しばらくするとこういう葉っぱから根が出てきます。この根が出てきた状態であれば、新しい畝を作ってそこへ植え付けましょう。そして先ほど取りました、地表から出てる2つに分かれた枝ですね。この枝はこちらの背の丈の多いビールカップの中に入れておきましょう。トマトの花がつきましたら、その下の脇芽、これですね、これを速やかに取り除きましょう。こんな感じですね、取りました。そしてもう一つ、もうこの下の部分ですね、この脇芽も取りましょう。はい、こんな形です、取りました。新しい畝を作ります。まずこの腐葉土を使いましょう。苗の近くに生えた雑草はこまめに取っておきましょう。